卑弥呼の食事は。昔の日本人はどんな食事をしていたのか。昔といってもいろんな昔があるが、昔も昔、大昔、昔の総本家、昔の代表取締役、弥生時代あたりの食事はどんなものだったのか。そんなことを考えてみている折も折、時あたかも北九州の吉野ヶ里の遺跡がクローズアップされてきて、これはいよいよもってそんなことを考えてみてみなくてはと思っている折も折、今度は実際にそういうものを交渉に基づいて作ってみましょうという人が現れた。日本放送の高島秀武のおはよう中年探偵団という番組で、食物史研究家の永山久夫氏が吉野ヶ里遺跡の出土品及び魏志倭人伝の記述をもとに卑弥呼の食事を再現してみようということになり、それを試食する会というものが開催されたのである。だいぶ前にデパートの催し物で徳川家康の食事を再現するというのがあって見に行ったことがあったが、それは粗末なものであった。箱膳に乗る程度の品数でせいぜい 3、4品、野菜の煮物、鮎の塩焼き、酢の物、味噌汁、漬物といったようなものだったと記憶している。多少流通の発達した時代の食事がこの程度であるから、卑弥呼さんのあたりになると一体どんなことになるのだろう。食器は無論土器だろうが、箸はすでにあったのだろうか。米は玄米だったとして、動物性のタンパク質はどんなもので取っていたのだろうか。会場は椿山荘の4階大ホール。真っ白いテーブルクロスの上にすでに料理が並べられている。会場は薄暗く、中央には祭壇風のものがしつらえてあり、どこからともなく古代っぽい音楽が流れてくる。まずビールが出た。アサヒのスーパードライである。おしぼりも出た。お箸は割り箸で、高級料亭風の上等のものである。卑弥呼さんがスーパードライを飲んでいたというわけではなく、このあたりはまあ和洋折衷ならぬ古元折衷というところなのであろう。皿や碗は茶色っぽい色の土器仕立てというか、それに近いものを選んである。その上に木の葉や笹を乗せ、その上に料理を盛るという古代作りの演出となっている。料理の数はおよそ20品目。無論合成着色料、合成保存料、弾力増強剤などを使ったものはないから、テーブルの上はなんとなく暗く華やいだ雰囲気はない。まず初めから見ていこう。赤米の蒸し米、ホッキ貝の塩汁、サザエのつぼ焼き、アワビの旨煮、ごぼうの味噌煮、アユの塩焼き、ウドのくるみあえ、イカの塩辛、ウニ、ワカメのもろみあえ、山芋の生煮、里芋、干しだら、大根のあら煮、枝豆、天津甘栗、くるみ、セリとフキの酢味噌和え、吉野ヶ里式焼き豚、桃。どうです、びっくりしたでしょう。イカの塩辛などは細作り、足抜き、薄味、刺身作りの料亭風で、桃屋も裸足で逃げ出すという上品な味わいである。どの料理も薄味であるという点を除いては、現在のものとほとんど同じであると考えて差し支えない。卑弥ちゃんはこういう食事をしていたのである。無論これら全部の品数を毎日というわけではないだろうが、なかなか豪華なものではないか。ウドのくるみあえ、セリとフキの酢味噌あえなどは、そのまま小料理の店で出しても恥ずかしくないものである。鮎は
養殖物かどうかは聞き漏らしたが、時代考証から言ってもおそらく天然物に違いあるまい。化粧塩をまぶしてあるあたりは、天津甘栗のあたりとともに、あまり深く考えてはいけないあたりと考えたい。日本は周辺を海に囲まれ、山に近く川の多い国土であるから、バラエティに富んだ海のもの、山のもの、川のものが容易に手に入る。これらのメニューはどれもこれもうなずけるものばかりである。あちこちに残っている貝塚から考えても、貝を多色していたであろうことは容易に想像できる。ホッキ貝、アワビ、サザエなどはゆえなくしてメニューに登場したわけではないのである。野菜の類も、長山氏の説によると、日本原産のものはウド、フキ、ミツバ、セリの4種類だけだという。ホッキ貝の塩汁にはちゃんとミツバが添えられてあった。吉野ヶ里式焼き豚は、今度の遺跡発掘で豚の骨が出たということから特に付け加えられたものである。当時味噌に近いものはあったはずなので、ステーキ大の肉片に味噌をまぶし、茎の葉で包んで焼いたものが吉野ヶ里式というわけだ。これもなかなか美味しかった。材料はすべて無農薬。当たり前といえば当たり前の話だが、こういうふうに抑えるところはきちんと抑えてある。料理はどれも極めて薄味なのに、卓上には塩や醤油や酢やソースや七味や胡椒やラー油などの調味料は一切ない。箸以外の道具もない。だから焼き豚は大きい塊にかぶりつくより他はない。桃も皮を爪で剥いてかぶりつくより他はない。このあたりもきちんと古式にのっとっているのである。里芋は全然味がついてなく、つけるべき塩もなく、最初のうちはつらい思いをしたが、食べているうちに次第に慣れていって、里芋本来の味をしみじみ味わうようになっていた。大地そのものが野菜に変質したようなねっとりした里芋の味わいをつくづくおいしいと思った。長山氏がこの会を開いた意図も、材料本来の味を味わってほしいというところにあったようだ。アワビの旨煮、大根の粗煮には少量の醤油を使ったという。当時イカの塩辛を細く切る刃物があったのかとか、天津甘栗のあたりはどうなっているのかとか、醤油は当時あったのかとか、醤油反論も無論あるには違いない。そういう細かいあたりの何のあれはそれほどあれなわけで、まあその辺のあれは大人同士の話をしようじゃないかというようなあたりにしようじゃありませんか。天津甘栗は勝ち栗の用意がなかったので、その代用というのが真相です。